さあ、というわけでホリエル、はい、今回遊ぶのは何かな、うん、こちらですデルデン、うん、ボブ辞典です。はい、うん、ボブ辞典、こちらどういうゲームですか。こちらですね、カタカナ語を使わずに、うん、カタカナ語を説明するシンプルなボードゲームとなっております。なるほど、シンプルなボードゲームだな。そうなんです、はいはい、ボブ辞典はカタカナ語を使わずにカタカナ語を説明して当ててもらうクイズゲーム。出題者は山札からカードを1枚引き、お題を確認。6つのカタカナ語のうち山札の一番上に書かれている数字のカタカナ語がお題になるよ。この場合は2のウイスキーがお題。出題者はカタカナ語を使わずにお題を他の人に説明しよう。そして山札の一番上にトニーが出たら要注意。お題を単語のみで説明しなくちゃいけないんだ。さらに今回は特別ルールでボブ辞典その2からデイブが遊びに来ているよ。デイブが出たらお題をジェスチャーのみで説明しなくちゃいけないんだ。大変。一つのお題に対し答えられるのは1人1回まで。正解すると回答者と出題者は1点をゲット。正解した人が次の出題者。ゲーム終了時に最も得点の高いプレイヤーが勝利となるよ。最初の出題者はボブと知り合いだという白井くんから。それでは、oh. お遊び始め。はい、では行きます。はい、よいしょ。あ、この数字です。この数字ですね、はい、2番ですねさあ、なるほど、1回しか答えられないんだもんね。そうなんですよ、では説明します、はいはい、私はあまり履かない。履かない。そうですね、履かない。あ、パンツスタイルですか。フリースタイル。自分の、色ではない。気をつけてる、気をつけてる、自分の色ではない。あまり似合わない自分。ああ、履かない、うん、それは男女に差があるから、差はないかな。じゃあ例えば岡本さんが履いてるイメージは似合うと思う。そうなんだ。じゃあ他どんなイメージがあるんですか。大体青い色をしてる。大体青い色、青い色、うん、はあはあはあ、傷んでるやつもある。なるほど、はい、ボーイ、分かった。お、平川さん、先輩、ここどうぞ。おお、ジーンズ。正解です。うわー、わかったな。でもここはやっぱまずは平川さんに。いやいやいや、あ、でも分かったでしょ。そうですね、うん、でも僕ジーパンって言おうとしたんで間違いそうです。まあまあ、でもでもまあでもね、ええ、はい、あ、でもうまいねこれね。あ、うまかった。説明がうまい。一生懸命英語を引き出そうとしたけど、もう全然危なかった、危なかった。もうここまで出てたもんスタイルじゃあボブスケ引きます。はい、お願いします。どうですか、はい、6です。6番。6。はい。お、何でしょうね。家の中にあります。家の中にある。それは好きですか、平川ボブスケさん。好きですけど、あまり見たことはない。見たことない。見たことないんですか。それは僕の家にはない。ない。だいたいどこにあるものですか。キッチン。キッチン、yeah. バスルーム、トイレット、天井にあります。天井、それはリッチな感じですか。高価ですね。高価、ヘボあ、シャングリラ。はい、ボブスキー、残念。あ、ノー、はい、ボブ気づいてないぞ、これ気づいてない。今気づいてない。気づいてない。気づいてないぞ。自分が犯したミスに気づいてないぞ。先輩、気づいてない。先輩、シャンデリア。そうだった、ミスった。正解。ホリエルやられたよ。いやちょっと、はい、まあ、ほぼ完全に自滅です。そうですよね。シャングリラ。岡本くん、はい、答えが分かっていたのに焦りすぎだよ。続いて出題するのは堀江くん。ここからはみんなも一緒に考えてね。あ、とても、うん、とてもベリー危ない危ない、デンジャー、デンジャー、違う違う、あれデンジャー、子供が、うん、パクつく、パクつく、パクつく、おかしい的なやつ。あ、でもこれは、うん、本当に究極、
究極究極何究極 Why ultimate? あの2つある2つある究極え何が大々的な集めたいやつ大々的 Hey mom! はいソフトクリーム違うそっちじゃないでもそういうことそういうこ ことあのよりよあ。あのさっき子供が好きって言ったけど、うん、あれは嘘こいつ嘘ついてるよそれは当たんないよそれは当たらないよそれはひどいよあの、うん、子供はあのどっちかっていうとこっちかもしれないね子供 Hey Bob L あーいやああ縮まったん日本語言おうとしてる私めっちゃ面白い私かき氷って言おうとしてる面白い白井くんそれは絶対に答えじゃないね近い近いあもう回答権ないもうそれニアニアニアあニアとおくそー堀江くん岡本くんの引っ掛けに引っかかっちゃったシャーベットは違ってそうなんですよ、うん、そうだよねあシャーベットかシャーベットだったんですでもニアって言っちゃったからニアって言っちゃったから堀江くんのカタカナ語を早く指摘した岡本くんに一点さらにカードを引いて出題する番になるよそうですね浪川さんが日焼けを良くするはい、はい、その時に使われる場所使われる場所ああよく面白い話でどの海外に行ったんですかって言った時にその国の名前違います違います国の名前が出ると思ったにもかかわらずその単語が出てくるんで笑いが起きるえそれは浪川君がファンタジスタってことえファンタジスタそうとも言いますねえ身近なところで言えば、うん、皆さんの家にもあると思います Hey! 岡本ボブどうぞ白井くん正解できるかなこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします浪川大輔さんが日焼けしている身近な場所ってどこだろう Hey! 岡本ボブどうぞボブ元どうぞベランダ惜しいあ惜しいそのえあおしゃれにおしゃれに名前を Hey! ボブバルコニー Hey!そして浪川さん浪川さんそうなんだどこで焼けたんですかバルコニーだよじゃあ行きましょうかはい、はいはい、じゃ今度は私引きますよ、うん、はい、4番ですねはい、はい、カタカナのものだからなカタカナなんですね、うん、甘いものあスイーツですかあスイーツ甘いものスイーツデザートあーそうですねデザート冷たいものホットなものもありますか危ないあー惜しい危ない今惜しいあったかいものは、うん、ないんだない外国から来た、うん、来たお菓子あお菓子何で食べますフォーク、スティックおさじで食べますおさじおさじ、おさじ色は What color?色は表面は茶色。うん、はい、はい、ボブカーさん。ちょっと早かったかな。It's ティラミス。チェック。うわあ、そっちか。どっちだと。私クレームブリュレ。ああ、そっちも考えたんですけど、ティラミスにしました。これは。続いて岡本くんのお題を白井くんが正解して白井くんが出題するよ正解ハムスターこれは簡単とても簡
ランタン。ドルチーいただき。早いね。サクイモ。じゃあ三番。おお。What's Dave? デイブ。これデイブはピザを食べてるってことは喋っちゃいけないやつ。ボディーランゲージ。ボディーランゲージで得意なやつ。危ねえ危ねえ。出題をする。そうです得意なやつ。あ、ええー。無理無理これこれえ三番三番です得意なやついやいやこれ無理ボブイムさんがね得意なやつそうですよねボディランゲージの声優界のボディランゲージですかお題に驚いているけどデイブが出たのでジェスチャーで出題お願いしますヘイデイブボディービール。おお。いや難しいこれ。なんかさっき恋をしてる。恋をしてる。でもさっきいじけている。さっきうんってなった。えどういうこと？ああやめてやめてやめて。いじめられている。いじめられている。あっ。あっ。覚醒した。何これ？何これ何これ。もう大丈夫かな？クレイジーって言いそう。違うんで絶対絶対違うから。えどういうこと？これは難しいよ。もう一パターンでもう一パターンで車に乗ったドライブしてあ違うなおなんだおなんだけたえまた入った盗難車おいいないいなこの車、うん、すげえ俺の持ってる車全然違え快適だぜはは盗みって最高ダメでしょ無理だよ自信があるよ。何だろう。えこれとは関係あるんですね。それはこれは本当に難しい。難しい。難しいこれはゴリラ全く分かんない。分かる。もう陽気なゴリラにしか見えない。リターンや。あじゃあ一応言っておきます。アクセル。No。海外ドラマ。No。白井くん頑張ったけど正解は何かな。こうもうびっくりしますよ。ハイブリッド。ハイブリッドをどうやって体で表現したらいいんだ俺はあ、でも俺も知ってんだすごい写真見てたすごい知ってんだすごいこれは無理すごい全部わかればすごいすごいわちゃんとしてたすごいです真面目だったじゃあもう一回もう一回はいトニー行きましょうまた来たよもう別のやつ来たよ誰よトニーが単語今度はトニーが登場単語だけで説明できるかな連想ゲームなるほど連想ゲーム方式放射放射放射そっちの噴射噴射放射噴射ほんと単語だけ単語だけ紙に朝朝はいはいボブドライヤー違う違うんかい紙紙かけるかける朝鏡見る俺イケてるなんかヒプマイみたいになってきましたか鏡見てかけるあ、はいボブワックス違う No 危ない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 あ壁見る壁見るかけられてる Hey Bob! Hey Bob! スプレー正解さすが平川さんいやいやいやちょっとした差がさすがでしたはいはいこれきたーデイブタイムそして次が最後のお題出すのは堀江くんデイブが出ているのでジェスチャーで出題どんなお題が出たのかな最後のお題はデイブが出たので堀江くんがジェスチャーで出題ほいちょ、邪魔だ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 やめろやめろ邪魔だなんだなんだかっこいいなんやめろ幽霊たちを食うんじゃないふざけるな僕の邪魔をするんじゃないごめんごめんごめん
じゃあ、じゃあ行っていい？もう、はい、お、パパラッチ違います。あー、なるほどなるほど。あ、確かに確かに。生まれた、エイリアンが生まれた、生まれた、エイリアンが生まれたぞ。え、え、え、読み手？大変。日本語しか出てこない。そうなんですよね、日本語ジャンル、役職、ジャンル、ジャンル、ジャンル、テレビ番組のジャンル。ああ、あなた変じゃないか、お前。へい、へい、へい、デイブ。はい。え、アクション。あー、違う。え、デイブ。はい。ドラマ。違う。じゃあ2回見ていいですか。はい、2回。ムービー。あ、ムービー、違う。今ちょ、え、正解はドキュメンタリー。いや、難しいよ、ドキュメンタリー。それは分かんない。だから最初日常的なことやってたんだ。そうです。あ、なるほどね。神谷浩史さんに密着されてたやつです。あれ、今神谷浩史さんやってたの？あ、最初の方でしょ。こう、はい、で、こんなことしないよ、神谷さんも。最後は正解が出なかったけど、一番得点が高かったのは平川さんです。今回見せられなかった平川くんの活躍やみんなの奮闘はDVD で見られるよ。お楽しみに。こっち見ましたけど。コピー嬉しい。オッケー。でも面白いですね。これもめちゃくちゃよくできてる。うん、他にもですね、うん、ボードゲームもっと面白いゲームがいっぱいあるんですよ。そうですね。もし面白くければこのボードゲームどこかに入っていただければそれがまたねできると遊べるということなんですけども、入会しませんか。しませんか。楽しかった、楽しかったね。つまり平川さんも勝てた、勝てた、勝てた、気分いいよ、気分いい、うん、だからこれはいいでしょ。シムシムよかった。でもゲット、よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いします。では早速なんですけれども、こちら入会届けになりまして。あれ、急に、なんか急にジム定期で二人には入会届にサインをしてもらったよ。証人のハンコをペタリ。そして入会届用の写真も撮影。これが人気の秘訣。あ、エロい。無事入会いただきました。こちらの入会届は、こちらの遊びカフェさんに飾らせていただきますので、ぜひぜひこれをご覧くださっている皆さんも遊びに来てみてください。はい、といったところで、そろそろ今週の同好会活動お開きでございます。はい、本当お二方ありがとうございました。ありがとうございました。テレビの前のみんなもポブ辞典で遊んでみてね。それでは、バイバイ。